と。だから自分がお世話になったから、自分ももしかして今2人に1人ががんになる社会なんです。今は大丈夫でも自分ががんになるこの可能性は誰にでもあるんですよね。もしもそのがんになった時に誰でも使える制度、これがまだまだ日本に不足しておりますけれども、この立川でも使える制度がありません。だからこそこの立川の中で誰もが安心して治療を受けることができる制度を作りたいと今回考えて、この政策の中にも今皆様にお配りしております政策の中にも書いてあります。配慮が必要な人に優しい町立川にしていきたい、そう願っているんです。谷山京子さん、治療の中でやっぱり髪が抜けてしまったそうです。福島さん、到着しました。ありがとうございます。こうして福島さん毎日毎日、昨日は九州いらしたんですよね。そして今日は立川、その忙しい中になんでこの立川までいらしてるかというと、やっぱりこの谷山京子さんを絶対絶対市議会に送り出したい、立川市の市議になってほしいと思ったからこそ、こうして忙しい時間をやりくりしてここに立っているわけです。今日は本当にこうして皆様にお集まりいただき、また先ほどはわざわざ車のところに来て言ってきたよ、頑張ってね、そう声をかけてくださった方もいらっしゃいました。この立川に今社民党の議席は残念ながらないんです。今のこの市議会の様子を聞きました。コロナの中でも本当に今必要なのというところに2億円もの予算をかけた、そんなこともあったそうです。それに対してこの谷山さん、ぜぜひひでしっかりと物が言える、そんな人です。立川の中、イエスイエスイエスの人、イエスイエスイエスの議員ばっかり立って、皆様の大事に大事な大事なその税金どうやって使うのか、偏って使ってしまうかもしれません。チェックをしてくれる人が必要なんです。私はその役割がこの谷山京子さんだからできる、財政学を改めて学び直してこうして今ここに立っている谷山京子さんだからできると思います。私は本当にこの谷山さんを応援しております。これから今度は福島さんですか、次の方にマイクを渡したいと思いますので、皆様この後もお耳をお貸しいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。皆様、今福島同士がおいでいただきましたが、ここでというところですけれども、実は谷山京子の、主役なもので申し訳ありません。お待たせいたしました。本日の谷山京子からの政策のお知らせをさせていただきます。どうぞお足を止めまして、お聞きいただきますようよろしくお願いいたします。JR 立川駅の下のレールご利用の皆さん、こんにちは。私は社会民主党公認候補2期目に挑戦をいたします、谷山京子でございます。本日は社会民主党の党首、おとといもテレビで党首討論を出演されました福島みずほさんが私谷山京子の応援に駆けつけてくださっております。どうかなぜ立川市議会に社会民主党の議席が必要なのか、どうして谷山京子が立川市議会に再び議席を確保お願いをしたいのか、この場をお借りいたしまして皆様にお伝えをさせていただきます。どうかどうか
かどうかお耳をお貸しいただけますようよろしくお願い申し上げます。私谷山京子4年1期3人子育てをしながら立川市議会議員をしてまいりました。その後乳がんにかかりました。1年間の乳がんの治療、私を支える周囲の方々がいらっしゃらなければ、手術や抗がん剤治療、放射線治療乗り越えて来られなかったと思います。この場に立って皆様にこうやってマイクでお訴えもできなかったと思います。私は自分が運よくこの場で皆様にお訴えをさせていただける、立川でがんになっても、がんになっても、がんになっても市役所で行けば、市役所に行けば相談に乗ってもらえる、そういった窓口を作りたい決意をして今回2期目に挑戦をしております。私が市内で辻善を していた時、がん患者さんから声をかけていただきました。単身でお一人女性契約社員、再発がん、子宮がんを今治療されているという方から声をかけていただきました。髪の毛はもちろん抗がん剤に向けて毛がありません。帽子をかぶってらっしゃいました。職場で見られている、頭を見られている気がすると気になさっていました。その方はご家族に心配をかけるから、実家のご家族に自分ががんの再発をしたことは伝えられないとおっしゃっていました。いや、私は本当に酷だなと思います。一人で抱えてがんを治さなければならない、私みたいな、そのがん患者さんが、自分みたいながん患者さん、この立川にいると思いますとおっしゃっていました。私は立川でがんになっても、がんになっても市役所に行けば暮らしや心の支えになる相談窓口につなげてもらえる、全国にがん拠点病院はございます、相談センターありますが、すべての病院にあるわけではありません。谷山京子は立川の市役所に、相談センターにつなぐ窓口を作りたいんです。そして谷山京子は抗がん剤治療で髪が抜けました。医療用のカツラ、乳がんで胸も取りました。補正具が必要です。でも医療保険使えない、保険が効かないんです。皆さんご存知ですか、自己負担なんです。私はがんの治療でさえも一人でつらいのに、医療用のカツラや胸の補正具も自分で自己負担で購入しなければならない、そういったがん患者さんのために助成をする仕組みをこの立川で作りたい、だから今回市議会議員選挙に2期目に挑戦しています。私谷山京子、配慮が必要な人に優しい町立川にしたいんです。社会民主党からどうして離婚したのという声もいただきます。私は先輩から声をかけられ、この社会民主党はまず福島みずほ党首が女性党首で 10年以上国政で活躍をされてきた、国政政党で女性党首の方他にいらっしゃいますか。いませんよね。もう男の人ばっかりです。今ジェンダー平等、女性議員を増やすと言いますが、本当にジェンダー平等を体現しているのは社会民主党だけなんです。だから私は一人の人権をしっかり、一人一人の人権を尊重する、平等、自由、共生、平和、4つの政策が柱になる社会民主党が、私の政策と方向性が同じということで、今回社会民主党から私谷山京子立候補いたしました。どうか福島党首の私への応援演説お聞きいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。ただいま谷山京子からの政策のお伝えをしていた
ただきました。ありがとうございます。ご清聴大変ありがとうございます。それでは社会民主党党首の福島みずほ党首が応援に駆けつけてくれました。梶山京子頑張れ、梶山京子頑張れと今日お忙しい中応援に駆けつけてくれました。早速応援演説の言葉を聞いていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。立川市民の皆さん、こんにちは。こんにちは。紹介していただきました社民党党首参議院議員福島みずほです。いよいよ明日投票日、ここにおります谷山京子、どうか谷山京子と書いてください。谷山京子さん、本当に頑張る女性です。51歳、3人の子供を育ててきたママです。一番下の子供は中学生なんですね。3人お子さんがいて働いてきたママなんです。そして生活クラブ生協や生協活動、食べ物の安全、いろんなことをやってきました。もうすでに一期4年間立川市議会議員として頑張ってきた谷山京子さん、まさに即戦力として頑張れる、即戦力として頑張れる、それが谷山京子さんです。先ほど谷山さんからありました、がんサバイバーでもちろん今元気ですが、医療が大事、いろんな支援が大事、そんなことが骨身に染みて分かっている人です。地方創生交付金、これから立川市議会で議論になります。まず市議会議員になってもらって、地方創生交付金の使い道、まさに立川市民のための医療や介護や教育、福祉、しっかり使ってもらえるように、まさにチェックし提案していく、それができるのがここにおります谷山京子です。私は社民党、党首参議院議員福島みずほです。谷山京子さんの応援に来ました。元気な女性を応援しています。皆さん、元気な女性、頑張る女性、3人の子供のママ、がんサバイバーで、その医療が大事、そんな苦労もしてきました。だからこそ子育てや食べ物、医療、介護、ゴミ、地方自治体が抱えるテーマに本当に頑張れる人だ、そう思っています。どうですか皆さん、暮らしはどうですか、生活はどうでしょうか。立川市、裁判所も八王子から来て人口も増えている、非常に大きな都市になりました。でも市民サービス、公共サービス、なかなか追っついていかない。それをしっかりやって、住みやすい立川、働いてもいい立川、元気な立川を谷山京子さんにまさに作ってもらおうではありませんか。皆さん、暮らしはどうですか。今実質賃金は下がり続け、そして物価高、円安、インフレ、消費税 10%、実質賃金が下がり続けている日本は先進諸国で唯一の国です。年金、皆さんどうですか。6月15日年金下がりました。ありがとうございます。福島みずほです。隣にいるのが谷山京子さんです。皆さん、6月15日年金がまた下がりました。物価高、インフレの中でなんで年金が下がるんですか。高齢者の皆さん、75歳以上の人は年収200万以上であれば、今度窓口負担が1割から2割倍になります。どうですか、生きづらいですよね。生活本当に厳しいですよね。どうですか。物が物価高になり、去年に比べてだいたい10万から20万出費が増える、そういう試算もあります。どうですか。だから社民党はこの3年間消費税ゼロ、大企業の内部留保484兆円に課税をし、税金を作り、
賃上げのために使う、そのことを提案をしています。皆さん、私福島みそこ、女性による女性のための相談会、さまざまな相談会、いろんな支援の現場に直接行って話を聞いてきました。食べられない、生きられない、たくさんの皆さんが本当に苦労しています。でも今の政治はみんなの悩みや苦しみ、生き方さにちゃんと向き合っていません。向き合っていないと思いますが、皆さんどうですか？食べられない、生きられない、しんどい、もっともっと子どもたちを、もっともっと高齢者を、もっともっと働く人を、もっともっと生活者を、まさに政治は応援すべきではないでしょうか。子どもたちに対するお手伝い、子どもたちをもっともっと応援する、そのことをやっていこうではありませんか。自民党は防衛予算を11兆円なんて言っています。でも皆さん、小学校、中学校の公立学校の給食を全部無償にするのに、さらに必要なお金は国で4386億円です。この立川八王子、この沿線、大学が実に多いです。大学の授業料、今とっても高い。大学生大変、親のすねもなくなる。皆さん、すべての大学の入学金と授業料をゼロにするのに必要なお金は3兆円です。どうですか？防衛予算11兆円なんてやらずに、まさに給食の無償化、高校の授業料の完全の無償化、大学の授業料の完全無償化、授業料入学金、それこそやるべきではないでしょうか。どうですか？皆さんたちの貴重な税金は生活への支援、人々への支援、未来への支援にこそ使われるべきだと、福島みそほは、谷山京子は、社民党は考えています。皆さん、自治体本当に大事です。私も実は子育てをしてきました。ゴミの問題、学校、どんな教科書で勉強するか、学童クラブ、保育園、子どもたち、障害者政策、介護の実際どういうサービスをするか、医療について、全部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 実は自治体で決めます。だから自治体にどんな議員が言っているかが実に大事なんです。皆さん、政治は皆さんたちの庶民の気持ちを代弁してやっていると思いますか？どうですか？やってないですよね。もっともっともっとみんなの声を聞き、もっともっと皆さんの生活に寄り添い、もっともっと政治は頑張るべきではないでしょうか。どうですか？自治体は莫大なお金を使わなくても住民のために頑張れる、そう福島みそほは思っています。兵庫県明石市は子どもを真ん中に据えてとやりながら、給食の無償化をどんどん進めています。子ども食堂に対して年間70万上限、1回月2万円、領収書なしでお金を出す、そんなこともやっています。莫大なお金を使わなくても子どものお手伝い、子どもを応援できる、子どものためにやれる、例えば世田谷は世田谷ホッとできる、高校生の、あ、高校生じゃないのかな、若い皆さん、こんにちは、谷山京子です。谷山京子、どうかどうか応援をしてください。皆さん、例えば世田谷は世田谷ホッとできる、子どもたちのいじめや悩みに対応できる、インターネットで、電話で、面接で、そんな場所があります。子どもたちには本当に自殺したり悩んだりしないで済むように自治体が努力をしているんです。フリースクール、そんなことも自治体で応援し作っているところもあります。世田谷三茶お仕事カフェ、それも作っています。つまりそこの中小企業とそこに住んでる人のマッチングをして仕事を紹介する、福島みそほです、こんにちは、そのことをやっています。立川の皆さん、どうですか？立川にいる人と立川の中小企業やさまざまなお店やいろんなものをまさにマッチングさせて
この立川で子どもがいてあんまり遠く行けない、でも立川で働いて食べていける、そんなマッチングなどをまさに立川市がやったらいいと思いますが、皆さんどうですか。この立川をもっともっと住みやすい街に、この立川をもっともっとみんなが元気に働き生きていけるようにやってもらおうではありませんか。皆さん賃金安いですよね。今最低賃金が実質賃金が下がり続けている。日本は先進諸国で唯一の国です。どうするか、最低賃金上げる、もう一つちょっと細かいですが後継約条例を作り、公共事業を受注するところで働く人たちの賃金を上げていく、それも大事なことだと思っています。どうですか。この立川まだ後継約条例ありません。皆さん賃金上げる、この公共事業で受注して働く人たちが安ければいいだろう、ピーハネでいいだろう、アピハネじゃなかった、安くていいだろう、安くて安くて安くて、労働者こき使って安くていいだろうではなくて、まさに立川市から公共事業を受注するところの労働条件上げていく、そのことを谷山京子はしっかりやっていきます。若い皆さんこんにちは。今全国では校則を見直す、あるいは標準服、男性も女性もスラックスでもスカートでもいろんなのでもいい、もっともっと子どもたちの多様性を応援する、そんな試みが進んでいます。立川で勉強し、そして過ごす若い人たちを谷山京子こんにちは、谷山京子、全国のそんな先進、福島美穂です、ありがとうございます、先進事例を本当に生かして頑張っていきます。私は社民党党首福島美穂です。実は全国各地の自治体で全国各地の自治体議員が頑張ることでいろんな施策が変わっていく、そのことも痛感をしています。例えば一つ、生理の貧困や生理の尊厳、例えば金沢市はトイレに学校などで生理用品を置いて、金がなくて生理用品買えない、そんな子どもたちを応援をしています。どうですか。一見ちっちゃいことのように見えて莫大なお金を使わなくてもいろんな人たちを応援できる、そのことをまさに谷山京子にやってもらおうではありませんか。そして皆さん、自治体で健康保険料も介護の保険料も、ありがとうございます、全く実は違うんです。そして介護のサービスもそれもまた違うんです。今介護保険、要支援、要介護、要支援の1、2の通所と訪問サービスが地域包括ケアセンターに移行になりました。障害者政策も地域包括ケアセンターでやっています。ですからそこでどういうふうに議会が、どういうふうに立川市が介護保険、介護の事業を応援するかによって、皆さんたちがこの立川でおぎゃっと生まれ、働き続け、年を取る、子供を育てる、そのことが全く変わってきます。どうか皆さん介護の充実、それも谷山京子はやっていきます。もう一つ、ちょっとバラバラ喋ってすいませんが、社民党福島美穂です。社民党は子どもの給食プロジェクト、みんなの給食プロジェクトを作り、全国の実は給食の現場を歩いていきました。谷山京子さん、食べ物の安全、子どものことにずっと取り組んでいます。立川の NGO で子育てを応援する、そのことをやってきました。皆さん、今食材が高くなった、インフレ、物価高、給食大変なんです。給食が本当に給食の費用をもらっても美味しい給食なかなか提供できないぐらい、実は食品が値上がりをしています。給食のまさに補助金出して応援する、それも必要です。
そして社民党、この給食に関しては無償化、そして少しずつでも有機化、それに取り組んでいます。千葉県いすみ市はおいしい地元の有機米を給食に、こんにちは、高校生よろしく、よろしく、福島みずほです、よろしく、谷山京子さんに若者よろしくお願いします、よろしくお願いします。給食まさに有機の、まさに地元の米を使って給食をやる、そんなところも多いです。急にできなくても例えば調味料だけでもオーガニックにするとか、いろんな工夫ができると思います。立川市民の皆さん、いよいよ明日が立川市議会議員選挙の投票日です。私は社民党党首福島みずほです。そこにいるのが谷山京子です。給食の無償化、給食の有機化、オーガニック化、それに一生懸命取り組みます。皆さん、子どもたちにまさに安心安全で、こんにちは、ありがとうございます、安心で、ありがとう、ありがとう、福島みずほです、こんにちは、ありがとう、どうか皆さん、子どもたちに安心で、おいしくて、そして無償で遠慮なく食べられる、お金がなくても大丈夫、そんな給食を子どもたちにプレゼントしていこうではありませんか。少しずつ少しずつ、この立川で、いや立川で子育てするのが楽しい、この立川で子どもたちが育っていくことをまさにお手伝いしていく、行政がまさにこの立川の子どもたちをお手伝いしていく、政治が応援する、そんなことを谷山京子にやってもらおうではありませんか。どうか皆さん、今政治がどっちに向かうかによって皆さんたちの暮らしが本当に大きく変わります。今政治がまさに皆さんたちの悩みや生き方さにちゃんと対応しているでしょうか。だからこの谷山京子、51歳、3人の子供を現在育て中です。子育ての NGO を作って頑張ってきました。こんにちは、福島みずほです、こんにちは。そして1期4年間まさに働いて市議会で来ました。だから即戦力です、即戦力です。すぐに市議会議員として皆さんの声を聞きながら頑張ってもらおうではありませんか。社民党参議院議員、福島みずほです。谷山京子、高校生の皆さん、こんにちは。みんなを応援する政治をこの立川市議会からやっていきます。こんにちは、こんにちは、若い皆さん、こんにちは、そしてこんにちは。そんな政治をしっかり谷山京子はやっていきます。皆さん、谷山京子に利権がありません。谷山京子に大きな大きな評伝、利権、職域団体、そういうものは効果不効果ありません。だからこそ谷山京子はまさに皆さんたちお一人お一人の代表者として立川市議会で頑張れる、そう思っています。何にも利権がありません、気持ちきありません。だからこそ一人の女性として立川市議会で頑張れる、そう思っています。どうか皆さん、明日の立川市議選の投票日、谷山京子、51歳、3人の子供を育ててきて、今下の子供が中学生です。がんサバイバーで痛みも涙も分かっている。でも今元気になって、だからこそいろんな悩みや生き難さを抱えている人たち、医療を含めて全力で応援したい、そう思っています。こんにちは、子育て中のママもこんにちは。谷山京子です。私は社民党参議院議員、福島みずほです。どうか谷山京子とどうか書いてください。よろしくお願いいたします。谷山京子です、どうかよろしくお願いします。谷山京子です、よろしくお願いします。ありがとうございます。社会民主党の党首、
福島議長さんが谷山京子頑張れ、谷山京子頑張れと応援に駆けつけてくれました。本当にありがとうございます。勇気が出ます。元気になります。何より皆様の温かいご支援ご指示が何より元気になります。どうかよろしくお願いいたします。それでは今日のこの、谷山京子の演説会に、多摩から、市議会議員の、皆さんが応援に来られております。まずお隣の国立、市の市会議員をされております藤田隆弘議員から応援演説をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。多摩駅ご利用の皆さん、こんにちは。社民党国立市議会議員の藤田隆弘です。今日は多摩市議会議員選挙、社民党公認候補の谷山京子、谷山京子さんの応援に参ります。なんとしてでも平和を守る一議席、暮らしを守る一議席、そして政治ですので、男女共同参画の一議席をぜひ皆様に与えていただきたい、その思いで今日は社民党公認の谷山京子、谷山京子さんの応援にお邪魔をしております。これから国からの補助金を使いながら立川でもいろんなことの予算を審議をするんだと思います。市民不在で誰も使わないようなエスカレーターとかに2億円も使うような政治より一人一人の生活を豊かにする、その税金の使い方を谷山京子さんに私は期待をしているところであります。ご本人もがんサバイバーということで医療用のカツラですとか補正下着ですとか、そういったものの購入の補助金をぜひともこの立川市で実現をしていきたい、そんな政策を掲げているところであります。一人一人の命に向き合う市議会議員の議席を何としてでも一議席いただきたい、その思いでございます。どうか立川市民の皆さん、明日の投票日用紙には谷山京子、谷山京子と名前を書いていただきますようよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。力強い応援演説誠にありがとうございます。国立市議会議員の藤田隆弘議員の応援演説でした。ありがとうございます。それでは皆さん、ここで再び、谷山京子から皆様へのメッセージ、政策のお知らせをさせていただきます。 JR 立川駅北口の皆さん、こんにちは。私は社会民主党公認候補の谷山人生山あり谷あり川ではなく谷山でございます。こんにちは。今日は市議会議員の最終日です。私4年間浪人してまいりました。長かった、本当に長い4年でした。がんになりました。がんの治療をしました。人の痛みが分かりました。人の痛みが分かる人が政治家になってほしいと言われました。どうか当事者の私だから変えられる、政治を変えるには当事者の力が必要なんです。だから今度こそは私谷山京子を市議会へ送ってください。お願いします。私は福島の 3.11 の原子力発電所の事故で給食食材の放射線物質の測定をしてほしいということを保護者同士で市議会に陳情書を送ったところから政治の関わりがあります。福島の親子は立川に3回競輪場の宿泊所に泊まっていただいて、この駅前でカンパを集めて3回開きました。市民活動をしてきたんです。市民活動当事者なんです。しかし前回私は残念ながら市議選に落ちてしまいました。無所属でした。今回社会民主党から公認で3回目2期目の挑戦です。今度こそはどうか谷山京子を市議会に送ってください。皆さんにお伝えがあります。北口に
2億円のデッキエスカレーター高島屋の方に今年の2月できました。私谷山京子はずっと反対してきました。暮らしにお金を使ってほしい。今便利なデッキエスカレーターについてはもっともっと協議が必要だと言ってまいりました。しかし2年前のコロナ禍で商業施設が閑古鳥の時に立川市議会は2億円のデッキエスカレーターを採択しちゃったんです。じゃあ共産党さん名前出しちゃいますけど共産党さん4人反対しました。でも修正案は出してないんです。そして真っ当な政治といわれる政党の方賛成してます。コロナ禍の議案に紛れてるから採択すると。今デッキエスカレーターはコロナ禍では必要ないけれど賛成といって一般会計補正予算採択しました。清水市長の出した議案に対してイエスイエスばっかり言っている22名も賛成をしている立川市議会、立川市議会の存在にあるんでしょうか。市長にノーと言える、ノーと言える、是々非々になれる、そういった立川市議会でなければ立川市民のお金どんどん利権政治にお金使われちゃいます。私はそれを皆さんに伝えたかったんです。立川市内は南北東西に広い、市田会の人たちは暮らしに困ってます。足がないんです。クルミンバスもバスの本数も減らされて立川市議会に陳情が出されてるんです。もっともっと足を増やしてと、生活の足を増やしてと、そういった市境の地域の暮らしを全て無視をしてこの JR 立川駅のインフラに、インフラ整備にお金を使う、いいですよ、立川市民の皆さんがそれでもいいと、それでもこの駅周辺にお金を使ってくれと言っているならいいんです。私はあえて それは皆さんのご意見なので尊重します。でも市境の人たちは見捨てられてる気がすると、立川市って嫌だなって言ってるんですよ。なのに立川市議会は賛成をするんです。市長の出した議案に対して。それじゃあ何のために市議会なんですか。市議会は市長の政策にデメヒヒでノーというときは絶対ノーにするんです。じゃないと二元代表制の意味がない。福島みずほ党首が今全国で参議院選挙に向かって駆け巡っております。もう、お立ちにならなければならないということなので、最後に一言皆様にお伝えをお願いいたします。立川市民の皆さんこんにちは。社民党党首参議院議員福島みずほです。明日はいよいよ立川市議選の投票日です。ここにおります谷山京子さんの応援にやってきました。立川市議会を変えましょう。谷山京子さん51歳、3人の子供のお母さん、がんサバイバーとして頑張ってきました。先ほどご本人話をされました。 3.11 あの震災があった後、福島の子供たちを呼んでいろんな保養をやる、あるいは給食についてちゃんと測ってください。実際子どもたちのためにこの立川市でさまざまな活動をしてきたのが谷山京子さんです。その根底にいろんな愛がある、子どもたちへの愛がある、市民への愛がある、困っている人への愛がある、それが谷山京子さんです。皆さん政治に今一番欠けていて必要なものは愛ではないでしょうか。どうですか。みんな苦労している、悩んでいる、もっとこうしてほしい。実質賃金は下がり続け、インフレ、物価高、食べられない、生きられない、お金が足りない、生活苦しい、そんな声に政治は応えているでしょうか。みんなの悩みやそれから生きづらさを一つ一つ聞いて、ちゃんと政治の場面で一つ一つ解決していく。ちゃんといいものはいい、ダメなものはダメ、税金の使い道もちゃんとチェックし、ちゃんと提
言していく、ぶれない、はっきりものを言う、はっきり質問する、そんな人が絶対に立川市議会に必要です。皆さんたちの意見をちゃんと聞いて、一つ一つ市議会でちゃんと議論していく、そんな議員が必要なんです。痛みの分かっている議員が必要なんです。どうか皆さん、谷山京子、51歳、3人の子供のママでもあります。がんサバイバーでもあり、涙も痛みも医療が大事ということも分かっている人です。皆さん、そして一期4年間実市議会議員をやってきました。即戦力としても頑張れる、それが谷山京子です。皆さん、給食無償化してほしい、もっと有機化してほしい、この立川の労働条件もっと変えてほしい、もっと働きやすくしてほしい、子育て環境をなんとかしてくれ、介護だってもっと考えてくれ、そんないろんなことをどうかどうか谷山京子にぶつけてください。谷山京子はその声に応えて頑張れる、そんな人です。どうか皆さん、谷山京子、頑張る谷山京子、利権のない谷山京子、涙のわかる谷山京子、どうかどうか谷山京子と投票日、明日の投票日書いて、元気な立川、明るい立川、未来のある立川、みんなの立川、それをどうか作っていきましょう。よろしくお願いします。私は社民党参議院議員党首の福島みずほです。谷山京子さん、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大変です。応援演説ありがとうございます。最初受け止めてまいります。では、はい、私は社会民主党から公認候補の谷山京子でございます。私は 3.11 の福島原子力発電所の事故の給食食材、放射性物質測ってほしい、学校給食の食材測ってほしいということから地方議会に入りました。私は原発反対です。原発反対です。夏原発です。本当に必要なんでしょうか。ほとんど原発止まってます。でも未だに電気代が高い、おかしくないですか。おかしくないですか。もっともっと再生可能エネルギーという新しい産業を一日も早く取り入れれば、こんな円安、物価高、実質賃金が下がるというような不景気を脱せたかもしれないんです。おかしくないですか。いつまでもいつまでも国営の大きな大きな企業を温存するために再生可能エネルギーが進まない。おかしい。私たちはロシアのウクライナ侵攻でチェルノブイリ原発に攻撃が行ったことで、この日本に原子力発電所がたくさんあること、私たちの生活が危機にさらされていることを気づいたんじゃないですか。一日も早く止めるべきなんです。原子力発電所をやめるべきなんです。じゃないと私も子育て怖くて怖くて、自分の子供に孫埋めなんて言えないです。だからこの日本経済に新しい産業、再生可能エネルギーをどんどん発展させて経済を回していくためにも、国際経済から国際競争から落ちている日本、一日も早く再生可能エネルギーをで経済を回した方がいいんですよ。なのにいつまでもいつまでもいつまでも私は原子力発電所のはいらない。だから社会民主党の議席が必要なんです。立川市議会には社会民主党の議席がございません。国立や昭島市にはあります。真ん中にある立川市が何でないか分かりますか。ご存知ですか。〇〇電力があるからですよ。
どうかどうか気がついてください。立川市議会にはそこから出てる議員さんいます。私はおかしい。この立川には社会民主党の奇跡が本当に必要なんです。立川市民の皆様気がついてください。もっと市議会にお金を回さないと立川市に住んでるメリットないんですよ。 JR の駅の周辺にお金を、利権政治です、利権政治、そこにお金が集中してる。私は4年1期市議会にいたから分かるんです。どうかどうか気がついてください。社会民主党、社会民主党の奇跡をどうか谷山京子にお与えください。お願い申し上げます。谷山京子でございます。社会民主党公認候補の谷山京子です。どうか皆様、谷山京子を市議会へと送り返してください。皆様の一票必要なんです。今必要です。どうか一票で当落が決まることが本当にあるんです。自分ぐらい投票しなくてもいいだろう。違うんです。あなたのその一票がこの谷山京子は必要なんです。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは市会議員の方はですね、谷山京子頑張れと応援に駆けつけております。東久留米市議会議員の、青木祐介議員から応援演説をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。立川駅北口、また立川北駅ご利用中の皆様こんにちは。社会民主党から立候補しております谷山京子の応援にと東久留米から駆けつけました。東久留米の市議会議員でございます。谷山京子さんが何が優れているか、皆さん谷山京子さんの政策ぜひ見てください。一番に立川の子ども若者を真ん中に据えた政策と堂々と掲げています。各候補者の政策、本当に子どもや若者に対してしっかり政治が責任を持たなければいけない、こういうことを訴えている人がなかなかいません。子育て世代は票が入るから、だからみんな子育て世代に応援する政策いっぱい打ってます。でも子どもや若者向けの政策、ほとんどの自治体進んでいないんです。例えば若者の自殺率が問題になっている。でも自治体が作るのは自殺対策防止計画、ゲートキーパーの要請、こういったところで止まっています。子どもがしっかりと地域に居場所があれば、地域に相談できる大人がいれば、そういった自殺に向けて心を病むこともなく安心して暮らすことができる。だからしっかりと自治体が子どもの居場所づくりも責任を持たなければいけないんです。ボール遊びができる公園も近年どんどん減っています。小学校に区に一つボール遊びができる公園しっかりと作っていかなければいけない。また子どもが多いエリアはどんどんそういうエリアを作っていかなければいけない。住んでいる地域によって、先ほど谷山京子候補からも話がありましたが、駅前ばっかり開発されたって、駅から遠いところに住んでいる方々にとってはメリットがないんです。こういった子育て、また子どもたち若者たちのためにしっかり各地域で居場所を整備していく、このことが大事であります。また中学校給食、楽しく食べる食育に力を入れます。先ほど福島みずほ投資からも中学校給食の無償化なんていう話がありました。多摩地域の学校、本当に昔は各学校で調理していた、小中学校それで調理していたものがどんどん給食センターであったり外部に委託したり、コストダウンの流れが進んできています。食育基本法、推進法に基づいてしっかりと食育も進めていかなければいけない。地場産野菜、立川でも立川うどんと有名なものがありますけれども、しっかりと地場産野菜についても理解を深めて地産地消の考えも進めていかなければいけない。でもそういった部分への投資が本当に多摩地域遅れているんです。どうか皆さん、谷山京子はしっかりと若い世代の声、そして子どもたちの声もしっかり聞いてまいります。そういった谷山京子、しっかり
かり皆さんの声を聞いて立川市議会しっかりと市長の政策にも是々非々で対応していきます。ノーというところにはノーと言います。どうか皆さん谷山教子を立川市議会へと送ってください。東久留米市議会議員としてそして若者の代表として私は谷山教子さんを全力で応援したいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかりと受け止めてまいります。今日このモノレール駅立川駅のモノレール駅のところをお借りしましての、谷山教子演説会をそろそろ終わりに近づいてまいりました。で今日応援をいただきましたのは、板橋区議会議員の五十嵐靖子です。また東京都連合の、お隣の芦島市のお隣の、市会議員であります青山秀夫議員から応援をいただきました。また東久留米、今先ほどですね東久留米市議会議員の、青木雄介議員からも応援をいただきました。そしてお隣の国立市議会議員の藤田貴弘議員からも応援をいただきました。そして今日は特に、社民党党首の福島瑞穂さんがお忙しい中谷山教子のために応援この場に駆けつけていただきまして先ほどまで応援演説をさせていただきました。本当にありがとうございました。この応援皆様の支援をしっかりと受け止めまして、もう今日これまでの最後の谷山教子の最後の演説となりますけれども、どうぞ皆様お足を止めましてお聞きいただきたいと思います。それでは谷山教子からのお伝えを最後させていただきまして、この、今日の応援演説、谷山教子の演説会を終了させていただきたいと思っております。ではよろしくお願いいたします。谷山京子、社会民主党から公認で1年に挑戦をいたします谷山京子です。 JR 立川駅北口ご利用の皆さん、モノレールをご利用の皆さん、こんにちは。私谷山京子、皆様に立川市民の皆様にお伝えしたいことが一つあります。実は選挙公報が全地域に配布されていません。明日投票日です。立川市市議会議員選挙の選挙公報が未だに届いていない地域、それは私が住んでおります西砂地域、まだ届いておりません。お昼夕方には届いているかもしれませんが、選挙の前に選挙公報が届かなければどうやって期日前投票に行けばいいでしょうか。ホームページも私2日前に検索しましたが広報は見当たりませんでした。朝市役所に問い合わせをしたら今立川市議会議員選挙の選挙広報はアップされており、クリックをどんどんしていけば選挙でクリックしていけば選挙管理委員会でクリックしていけば広報がネットでも見られるということです。恐ろしいです。私の地域の皆様に選挙公報が届いていない。もちろん私谷山京子の自宅にも選挙公報今朝届いてませんでした。どうやって期日前投票をすればいいんでしょう。掲示板で選ぶんですか、どれにしようかなって。あ、この人ハンサムだとかこの人綺麗だなっていうそういう理由で入れるんですか。いや私政治って無関心でも無関係ではいられないと思います。政治は無関心でも無関係ではいられない。若い方々もどうか毎日忙しいと思います。受験勉強もだんだん過酷になってきているので、私も10代の子供3人いますが本当に時間がないです。部活をすればもうどんどん時間がない。自分が今どういう状況に置かれているか、ニュースも今若者とお話ししましたけど新聞も読んでないしテレビも見てないって言ってました。私は今の状況、子ども若い人たちがこれから
日本が経済が上向きであればいいのかもしれませんけども、新しい産業が今生み出されない中で物価が上がり、もう日に日に食料品が値上がりしています。実質賃金が上がりません。もうまさに経済はスタグフレーションです。この状況の中、円安がどんどん加速していけば若い人たちの雇用にも影響が出てくると思います。立川市の税金の使い方がシビアになると思います。立川市議会は誰でもいいわけじゃないんです。市長のこうしたいああしたい、そういう税金の使い方をチェックするのが市議会の役割なんです。なのに市議会が誰でも掲示板で誰にしようかなという選び方であれば、それは本当に立川市民にとってマイナスです。選挙広報物が前日にもまだ届いていない地域がある。圧倒的に公平性に欠けた、公平性に欠けた民主主義、非民主主義的なそういった市議会選挙になりそうで、私は非常に心配をしています。もちろん私にも不利です。だって知り合いとかあの人には自分の何かを叶えてくれるという利害関係があればもちろん投票しますよね。頼まれれば入れますよね。でも私は社会民主党から立候補しているので、民意によって皆さんの投票で左右される候補者なんです。その候補者が選挙広報の配布物が投票日前日にもかかわらず全域に配布されていない、しかも私が住んでいる地域には配布されていないというのは、もう本当に本当に公平性に欠けます。立川市議会、立川市議会議員選挙、この先市民の皆様にさまざまな影響が及ぼしていくのではないか、もうさらに私が市議会に行かなきゃいけないって本当に思いました。本当に思いました。私谷山京子、前回の市議会議員選挙でも政治は無関心でも無関係ではいられないと先輩から選挙カーに乗って皆様にお伝えしてきました。市民で自治をする、そういう時代なんです。国から言われて税金をああしなさいこうしなさいと言われて地方議会がやる、地方自治体がやる時代じゃないんです。もう明石市の市長泉スタッフさんが離婚したご家庭の養育費の取り立てまで明石市がやっている、建て替えをしている、地方がもうどんどん暮らしの住んでいる町からどんどんお金を予算化して、税金を予算化して子どもや若者に元気になってもらえる政策を打てる時代なんです。立川やってますか？公立の中学校の給食センターようやく来年できるんですよ。ご存知でしたか？全国の議員さんから言われます。え、あの立川が給食センター中学校ないんですか？出来たての給食いまだに食べてないんですかと。私朝の駅立ちの前に中学生と高校生の子供にお弁当2つ用意して駅立ちに来てるんですよ。6時に半年間、1年以上前から毎週水曜日南口の駅立ちをしてきました。中学校なんで給食ないんだろう。保護者が共働きでお忙しいのに子育て支援してませんよね。出来たての給食を10分で、食べるのではなくて、ゆっくり友達と語りながら楽しくしゃべる食育を進めていきたいんですが、現在お弁当、仕出し弁当の選択制で10分で駆け込むという、そういう中学校が立川市内にはあるんです。もっともっとこの駅の周辺の街づくりだけじゃなくて、立川全体の教育、市境の街づくりにお金を使いたいじゃないですか。この駅の周辺で言うのもなんですけど、もう本当に立川市議会、もう皆さんもお願いだから賢くなってきちんと政策で選んでください。地元のつながり、地元のつながりも大事ですけども、もうそろそろしっかりとその市議会議員がどういう政策でどういうことを言っているのか確認をして、どうかどうか投票してください。でないと
選挙の広報物が全域に配られてないこの立川市議会議員選挙で何をもとに何を基準に市議会議員が選ばれるのか私は非常に疑問です。どうかどうか皆様選挙の投票用紙がなくても投票できます。投票用紙がなくても一つで投票できます。立川市民の皆様、どうかどうか立川市議会議員選挙では私谷山京子、どうか社会民主党の議席をどうか議席の確保をしていただきたい、していただきたい。よろしくお願い申し上げます。長くなりましたがありがとうございました。ただいまの谷山京子からの力強いお伝えでございました。皆様、谷山京子は1期4年間の議会議員経験を持っております。仕事のできる人です。どうか皆様、市民の皆様、使ってください。市議会で仕事ができます。手足になって働きます。お困り事がありましたらぜひ谷山京子に声をかけてください。どうかよろしくお願いいたします。選挙は今日以降最後のお伝えになりますが、どうかどうか谷山京子に一票よろしくお願いいたします。若い方、どうぞどうぞお力をお貸しください。谷山京子にお力をお貸